お、ペロフォンさん来てるやん。で本店だってこの時点で2万やで。あのシャオさんの乱が起きるまでこの時点で本当に5万6万7万いってたやん。せやな、もう10万も見えてたよこの時点では。なあ、もうちょっとそれを鑑みるとトントンは割と貢献してたってことやな。そう、トントンはむしろあの俺の飛躍に助けになってたから、ね、なるほどね。そうそうそう、あの俺に価格設定の重要さを教えてくれたから、ね、なるほどなるほど、うん、でも今ぶっ壊されてるけどあのお前が下取ったせいでぶっ壊されてるけど、そう、あの野郎、まあ、とりあえず様子見ようか。せやな、あの野郎って隣におるけどまあ隣におるけど。掃除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 、なんでコールしてんの。掃除コール入ってるけど、あ、でもいいやん。あ、やっぱ本店がやっぱ伸び悩んでるな、以前から比べたら。そうやな、まあ多分、まあ誰のせいかとは言わんけど、なあ誰のせいか。5万か、伸び悩んでるな。あと4分の1やで、ぐ、あ、やつのせいででも本店はもう薬品しか欲しいもんないわ。ほんまやな。ええやん。で、この次は2号店はいっぱいある。あ、まあまあまあ、スペース的にしょうがない。置いてないからね、うん、忘れてた。大主力商品忘れてた。イベント商品がないやないか。イベントイベント、なんか絞らなあかんな。絞っとけ。なんで乳絞っとけ。誰の乳絞んねん。大先生。出た大先生。大先生の乳絞ってもう出てきたら困るやろ。大先生でも。2号ってそんなに悪くない。あのそこまでクソ雑魚って言われてない。窓の。まあまあ、でも2号店はこんなもんでしょ。まあなるほどね。まあ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 、ちょっと会社の真横っていうのが、これはでももう誘致をする余裕も全くなくなってきたな。いや、ここからもう稼がしてもらうわ。なるほど、なるほど。まだまだ来月もあるからね。そう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 、お前の心配な2号店での様子でも見とったらどうやって。と宣伝を切った方がええんじゃん。お前何ちょっと誘致まだしようか考えてんの。本気でやってんだお前。切るか。いやけどほんまにぶち殺すよ俺やって。ほらもう宣伝費がお前合計で1000万円。お前もう次もう資産がも もう次の月になったら終了や。切るか。いや、こうするか。まあ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 、安定思考に。まあでもね、それぐらいしとかないと僕ら余裕でぶっ壊しますよ。いや、俺攻めがいいんだよ、攻めが。なるほどね。攻めたらいいかもしれへんけど、多分俺らが攻めて終わると思う。防御おろそかすぎてバカ。攻撃こそ最大の防御やと。そうそうそう、まあまあ、とりあえずね、とりあえず様子見よう、これで。そうやな。このコンビニいた、あの経営者に至ってはあの攻撃という概念が存在せへんからな。俺らノーダメージやもん。いかに守るかやからな。なあ、あの俺らあの攻撃されたところでへのかっぱやもん。だからみたいな、両方ぶっ壊せばいいじゃんみたいな。逆に言うと守るもんが増えて大変やで。お前、いや何言ってんねん。俺はあのー、複数店舗経営してるしてみたかってん。あ、なるほどね。してみたかってん、練習編の頃から。なるほど、その夢が今叶ったと。そう、なるほどね。大丈夫、全然売り上げないよ。クソ。すごいよな、シャオさんのあの店の構成さ。あのさ、シャオさんあれ何パーオフにしてたっけ。 20% オフでさ、全然客来へんかったよね。やばいよな、集客率全くないから。そう、なかったね。あんなに安売りしてんねんで、ビール。あれがフリーって。そう、あれがの真髄を見せたから。あー、なるほど。これこそっていう。そうそうそう、あれが不人気やと。不人気をなめとんか。やるな。ちょっとどれどれ。1号店はもうやっぱり、あー、1号店徐々に復活の兆しが見えてるな。これ大丈夫じゃないですか。1号店は15万はいきそうかな。まあ、前世紀に比べたらな。前世紀はもう25万とかやからな。まあ、多分普通にレイアウト変更が効いてる分もあると思うけどね。ああ、
意外と受け取ったよな前のあの何の特徴もないしょうもないレイアウトが、そうそう何の特徴もないクソみたいなレイアウトやったけど、まあ一般には受け取った受け取ったってことだよな。そういうことかな。あれって俺のメールの方が多分もっと俺はセンスがあったね。あんまり変更ないけどな。そう取れてるね。だっておかげでさ、このようにアンケートもさ、もう薬品しかないやん。完璧やな。もう完璧やん。もう顧客満足度 100% やん。でもだが2号店これだよ。ちょっと早まったかな。いやでもまあ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 3万はいく。いやこれ分かった。ちょっとこれちょっと無茶することになるけど、こんだけ欲しいもんがあると、あの狭い店舗上置いた本アイスクリームイベント、ここら辺よ入れることによって変わるんじゃないかと。あとするとどうするかと。俺ら9月来るかこれ俺らの9月9月コント終わるんちゃうこれどうするのかと。いらっしゃいませ。どうするんですか。あれをするしかないし、まあなんかやるんですか。禁断の一手、禁断の一手やりましょう。いけど多分マジでぶっ壊れると思うけど中型店舗への昇格。2号店昇格店舗リリース、アドバンス召喚。てってデル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 なかなかいかへんからね。出て出る。聞き語り。みんなの言ってすら使えない。まみで資金が足りませんやって。悲しいな。いやいいえいいえいいえ、やめとけってやめとけって、お前やめとけって、お前さすがに俺もそれをそこまでやりとは言わんのなんで自ら破滅への道を進んでいくのか。あーつらいんだ